画面のような長さに紙缶を切って長い順番に並べます。長い方から順番に紙缶の口を閉じるように叩き、音がどのようになるかを確認します。ドライヤーのスイッチを入れて、紙缶の長い方から順番に耳にくっつけるようにして音を聞き比べます。紙缶の片方を厚紙で蓋をします。マイクを使うとこのように聞こえます。蓋を外し、同じ長さの紙缶で叩いた時と耳に当ててノイズを聞いた時の音を聞き比べます。静かな状態で紙缶を長い順に耳に当てて音を聞き、どのように聞こえるかを確認します。紙缶の片方に蓋をしてマイクを使うとこのように聞こえます。